皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす。草子市新聞購読視聴規約。ここでね、一旦動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を大きな画面にしてね、一語一句、 飛ばささずにお読みください <laughs> どこか一箇所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできませんので切ってください、はい、全部ね承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれではいきましょう LINE 登録してくださいねはい令和元年5月3日金曜日今日5月4日土曜日ですね 暗号さん草中野研究会今日のね、千葉県松戸市、むちゃくちゃ暑いですね。外26度ありましたね。家の中も暑いし、雨が降りそうでね、湿気がすごいもやもやしててですね、暑くて暑くてどうしようもあんないですね。もうエアコン必須ですね。水抜きしないとダメですね、家の中ね。もうね、だるい。 それで、ね、植木庭の植木の剪定をやったので足腰、腕の筋肉がもう筋肉痛になっちゃったんですよね。何もやってないんだけどねちょこっとしかやってないんだけどねそれで、まあ、ちょっと休憩気味になりながら動画作ったりね決算書の作成をやってます、会社の決算、ね。 えー、気が重いですが、あまあ、やれば、まあ、3日から1週間ぐらいで終わっちゃうからね。うん、このね、税務所対応でね、どんだけ日本の会社とお金使ってるかだよね。うん、すごいよね。税務所対応のために、えー、各 <laughs> 会社には、えー経理部、経理部があるもんね。経理担当の女の子1人いたり、中小、零細企業だったら経理担当女の子1人だよね。 で、中小で大企業だったら経営リ部っていうのはがカ、デッい組織があるよね。で、全くお金、売上,上げ上げてないんだけど、まあ税務署対策ということでね、税務省の、まあ国税庁の法律に対応するために、えー、税務、経営リ部っていうのがあるんだよね。で、これがまあものすごい。まあ、皆さんもね、個人の人もさ、確定申告ってやるじゃない。 3月15日ぐらいまでかな。あの確定申告って結構大変でしょ、皆さんも1。1週間ぐらいかかるんじゃない、うん、?1 年間の領収書とか、いろいろね、源泉徴収票とかね、集めてね、どうやって書くんだっけなって1年忘れちゃうからね。だから、日本全国の人がですね、国税庁対策のためにどんだけ労力使ってるのかと。<coughs> <coughs> まあ、その分、 GDP を上げるためにね、労力を使えば、日本の GDP もまた上がるんじゃないかなと思いましたけどね。はい。ということでね、今日は、えー、日曜日、土曜日ですのでね、えー、ドル円相場はお休みです。仮想通貨やってるんで、ちょっと見てみましょうか。<coughs> で今日の本題は仮想通貨 FX 株式投資のなどの本質,論本質論をね、また話したいと思います。定期的にやってるんだけども、 まあ正しい方もいらっしゃるんでね。で、金融投資は人間の本質が試される、嘘のつけない修練場、修練所だということですね。で、まずね、えー、ちょっと相場見てみましょうか。まずは XM ですね。XM の MT4 を開いてですね。 えどうなったかということですね。下がりましたね。下がる <laughs>。下がりに下がりましたね。昨日はね。これが雇用統計ですね。はい、雇用統計、雇用統計前まではふらふらしてたんですね。うん、まあ、そっから下がりましたね。だから、一回上行ったから、上ついていっちゃった人はね、ちょっとやられちゃったかと思いますけど。こっから、40ピプスぐらいか。 最大44ピプスぐらいか今のところ42ピプスぐらい下行ったんですかねそうかそうか雇用統計とあと ISM があったんですねそれでまあ,あの基本的には下の方まで行って途中ね上行ったりしますからね、うん、こういうところでああやっぱり戻っちゃうのかなと思って切っちゃう人がいますからね 知て、今度ロング入れたら、やっぱりショートじゃんってなっちゃうから、なかなか難しいよね。やっぱり、小さい足で見ていくのは、難しいので、4時間足くらいで見てた方がいいかな。1時間足とかね。はい、結局、そうね。ここは、雇用統計で、数字良かったんだけど、下がっちゃってきちゃったんだよね。それで11時の ISM で、こう窓を開けてまた下がったんですよね。 ボコボコしたけど、やっぱりしたかなと。あとはまあ朝方はずっと横ですね。まあ、来週の月曜日はどうなるかということですが、基本的にはまあ下がってきてるのかなと、おワン型で、ね、下がってきてるかなという感じですね。うんまあ、さ下げの場合はです、ね、ちょっとショートポジションというのは、ずっとガチ干してるとです、ね、<coughs> あの夜の朝方か、朝方にですね、 えっと、お金取られちゃうんだよね。だから、なかなか、ロングのガチ法っていうのはいいんだけど、ショートのガチ法はなかなかできないんですよね、世界的にね。ドル円ショートっていうのはね。だから、思いっきりどんどん下がっていけばできるんですけど、うーん、もじもじしてるとやっぱりなかなか難しいですよね。ただ、まあ下がってきてるよね、やっぱりね、どうしてもね。 うーんという感じですかね。ただ難しいね。これ、とそうだね。これ、ずっと横横でしたね。これは、半端じゃない横横続きましたね。で、上にドーンと行って、あと下がるだけか。この下げが順調に下がってるわけじゃなくて、一回上に行ってから下げて、上に行ってから下げてますよね。これは、やっぱり誰も追いつけないですね。ここら辺で。 ショート入れて、あとはずっとガチ押してる人だけじゃないですか。うーん。で、スワップポイントマイナスになるから難しいですね、なかなか。うん。で、これ下がってきても、ある日突然スコーンと上がるときがあるから。なかなか、しかも、上げる変動幅が少ないんだよね、これね、うん。48ピプスぐらいしかないんですよ。やっぱり100ピプスぐらいないとなかなか難しいよね。 うん、それでですね、やっぱり突き足のペナントフラッグのですね5年,5年に一度の、うん、大相場がもうやってきそうですね、ここ先端部分ですね、うん、やっぱり上、ここの黄色いところ、突き足,、うん、足のペナントフラッグのトレンドラインの上についたからやっぱ下行ってるんですね。 うん完全に合ってますね、私の理論が。で、こう下来たら上行くか、それから突き抜けたらもう、ここであるショート入っちゃっていいですね。うん、まあ、ショートは、えー、っと、<laughs> スワップポイントマイナスになるんだけど、でも5年に一度の大きな飽きないですからね、やっぱ持てたいよね。 それか先端までもじもじしながら行くかですね。そうすると本当にもう振幅幅がない、トルゲンの振幅幅がない、まあ、儲からない相場になりますね。で、ここまで来たらドガーンと上かしたどっちかに行きますね。そこからはもうずっと持ってるだけで億万長者になれるってことですね。はい、その前に、まあ、ブレイクするか先まで行くか、先まで行くとこれは8月から9月ですね。うん、8月から9月になりますね、今年のね。 その前にブレイクするからやっぱ5月、6月、今月中か来月でしょうね。うん。まあ、とにかくそれまでにね、FX で、あの、人財産を築きたいっていう人は、えー、パソコンを買って準備するしかないですね。うん、XM の講座を開いて、MT4 の勉強をしてですね。まあ、それから私までご連絡いただければ、 まあ最近はね、手取り足取り教えるの前までどうしようかなと思ってたんだけど、やっぱり教えた方がいいかなと思って、まあ千葉県松戸市まで来てくれる、松戸駅まで来てくれる人には、手取り足取りね、朝から晩まで教えるようにしています。パソコンのね、設定とか。いや、先週か、今週か、パソコンね、買って一度も電気入れないまま持って来られた方いましたけどね、びっくりしました。Windows の設定 ングからやりました。私の方でね、はい、山田電機かな、どっかで電気屋さんでパソコン買ってですね、一度も電気入れないで、スイッチ入れないで持ってこられたので、Windows のセッティングとかやらなくちゃいけなかったんですよね、あとはオフィスの、はい、セキュリティキーの入れて使えるようにしたりね、あれ結構大変でしたけどね。<laughs> やりました、ね、だから結構時間がかかったんだけどまあ、えー、そうですねあとは XM のね平日に来てもらったんだけど XM の講座解説がねなんとね30分ぐらいで終わっちゃったんですよねあの XM にですね講座解説して免許証の写真とまああのクレジットカードの請求書でもいいしね電気ガス水道の請求書でもいいんだけど、まあ、そこでの写真をアップロードしてね24時間ぐらいかかるんですよ でも、今週のその人はですね、30分ぐらいで承認 OK になっちゃったんだよね。だからね、引き続きね、クレジットカードで1万円入金して、え2万3千円にしました。はい、最初3千円のボーナスついてますから、プラス1万円入れると2万円になるんでね、2万3千円にしました。で、まあ一応 IFO の設定とかいい人通りは教えましたので、 あと、その場でね、また、中野研究会5月入会していただきましたので、まあ、1ヶ月でもね、あの、毎晩毎晩、YouTube ライブ聞いていただければ、あとはもう自分でできるようになりますからね。いいかと思います。まあ、どれはどうなるのかって、下がってくるんでしょうね、これね。とりあえずさ、ここに触ったから下,がる下げるよねって言ってたのが、やっぱ本当になっちゃったね。うん、本当になった。 今どのくらいか100ピプス110ピプスか下げてますねここまで下げるでしょだからここまで下げますようんでそこからどうなるかだねこう下行くか上行くかまあここまでだから今ショート入れて <laughs> ここまで掴むここで決済ってまずやっとけばいいよねはいそれでね今日はねあと仮想通貨見てみましょうか仮想通貨ですね あのビットコインがね、すごく上がってきてるんですよね。それで、まあ、ビットコインが、まあ、先頭、先頭役となってるわけですけれども、まあ、63万7000ですよね。やっぱすごく大きいですね、やっぱり。うーん、落ちないもんね。もう落ちても上がるもんね。はい。だから、結構いいんじゃないかと。サリアムの方は、 あやっぱ上がってきてるね。1万8000円ね。やっぱ2万円いくんじゃないかな。キャッシュの方はちょっと下がってうでも3万1800円堂々としてますよね。堂々としたもんですよね。でモナちゃん。モナちゃんは116円でそこそこ頑張ってると。眠だよね。やっぱね。眠いちょっと下がっちゃってるね。あと、トークンの方で財布トークン。上がってるね。 上がって、ねうん、上がってきましたね、えー。ペペ。うん、そこそこいいですね。あ、これはペナントフラッグですね。これ上がるんでしょうね。はい、あとビットコイン、<laughs> ビットバンクですね。ビットバンクの方がリップがありますからね、これね。トレード。 はい、63万7000円で、まあ結構いい感じですね。64万、64万7000円まで来ましたか。6000円まで来ましたね。で、リップルの方が、そうですね、上がってきましたね。上がってきました。リップルも、徐々にで、ゆっくりでありますが、上がってきましたのでね。まあ今一度ちょっと、様子を見たいと思いますね。はい、あんまりね、あの、 結論を急ぐとね、もう金融投資ってのは結論急いだら終わりですよ、はい。ゆっくり時間をかけないとね。はい、ということですね。はい、それで、パワーポイントですね。で、今日はね、ここをやりたいんですよね。まあ、メンタルの部分なんですが、人はなぜ相場で負けてしまうのかということですね。それでまあ、これはあの一般的に言われてることなんですが、<laughs> まあ、FX でもと、 株でも仮想通貨でも何でも一緒なんですけれどもあの、まあ、投資家が投資をした結果の比率なんですが、85%の人は損失を出してるんですよ。これは毎日、1日単位でも言えることなんですが、FX でもね、あのポジポジやってですね、85%の人はもうマイナスなんですよね。うん、それで、<laughs> ああ、やらなきゃよかったってことですね。 で上位のですねこの10%がプラマスマイナスゼロでトントンなんですよ。で、この 1, 1番上の5%が1円でもプラスになってるわけですね。でこ、この損失出したわけですね、どうしても。はい。そこの損失出してしまうっていうのは、この人間の本質論であるですねプロスペクト理論に基づいてるわけなんですけども、この損失85%から抜け出すためにはどうしたらいいかと。 いうのは2つあるんですよ1つはねやんないことなんですやらないこと株もね仮想通貨も FX もやんないんですよ金輪際やらなければここ上位10%入るんですよ10 15%のうちの10%入るんですよすごいよねこれトントンってすごいことなんですよプラスマイナスゼロトントンだった今月どうだったトントンだったすごいねって 大体の人はマイナスですね。パチンコ、パチスロ、競馬、競輪なんかも全部そうですよ。はい。<laughs> カジノなんかもそうですけど。まあそうしないとね、損失でないと、パチンコ屋だって経営できないでしょ競馬だって、競輪だって経営できないじゃないですか。だから損失を出さなくちゃ、世の中は経済回らないわけなんだけども、でトントンになるっていうのは本当に素晴らしいことで、上位10%のが入ってんですね。 で、ここに入るためにはどうするかまずまずここに入んないといけなくてこ,このトントンの中に入ったら次にこの上に行くわけですねでトントンに入るにはどうしたらいいかって言ったらまずやらないことだね婚人でやらなければここに入るからねすごいことですよあとは勉強をしてメンタルを鍛えてここに入るかそして1円でもプラスになって5%でこの中の上位 0.01%とらいに入れば1日1万5万10万で稼げると。<laughs> いうことですね。で、どうしていくかってことですよ。で、ほとんどの FX トレーダーはポジポジ病なんです。毎日やるでしょ。毎日。毎日やっちゃうですよしかも1日にさ、10回も20回も、ひょっとしたら50回も100回もポジポジやってんじゃないですか。で、ポジションを取れるタイミングっていうのはですね、実は 1>, 1月に2回あるかないかで十分であるんですよね、うん。でですね、これ1日の FX トレードのポジション取得タイミングなんだけども、えー、1日でね、えー、ポジション取れるタイミングっていうのは2回しかないんですよ。で、それは日本時間とアメリカ時間だね。で、こ,この真ん中に欧州時間ってあるんですよ。まあ、イギリス、ロンドン、ロンドンタイムって言うんだけどね。 日本から始まってね、地球って丸いからね、日本を始まってアジアずっとあって、まあ、ロンドン、アメリカっていきますよね。だいたい世界の金融っていうのは、日本とロンドンとニューヨークしかないんですよ。でかいのは。あとはまあ、しょぼくれてるだけなんですよね。その中でも一番大きいのはアメリカであって、日本もロンドンも大したことないんですよ。はい大体日本の日経平均株価なんか、アメリカの100分の1ですからね。 100分の1しかないから、金融マーケットなんてね。はい。で、特に、えー、これ日本時間もですね、だいたい横横なんだけど、9時55分っていうのは、日本の大銀行がですね、1日の、えー、ドル円のですね、為替レートを決める時間なんですよ。これ中値っていうんだけどね、売ったり買ったり売ったり買ったりを繰り返して9時55分で、えー、各銀行ってのを決めるんですよ、もう1日の。 ね、買わせないと決めちゃうんですよ。うちの銀行の内,内部でね。そうしないと銀行え取引できないから、外国,外国通貨の、ね、取引できないから決めちゃうんですよね。それが中根って言ってですね、これは中,中な、あの、築地市,あの市場のですね、あの魚市場とかさあーそう、農協とかの中卸の人いるでしょ。中卸の人の 値段と一緒でを決めるのと一緒ですよ。買ったり売ったり買ったり売ったりしてる中で、はい、あの売る人、まあ魚だったらさ、魚釣ってきた人こので売れるよと。で、買う人はこの価格で買うよってって、中値って言うんですよね。で、<laughs> だいたい最初はさ、魚釣ってきた人は高い値で売りたいでしょ。で、買いたい人は安い価格で買い,売り買いたいでしょ。で、それで、 高い安い、高い安いって言っていく中で、じゃあ、1000円、や500円で買う。じゃあ、900円、600円で買う。じゃあ、800円で売る。700円で買う。じゃあ750、ゃあ750円って決まるわけだよね。それが中根って言うんですよ。だんだん真ん中に集まってくるわけ。で、中根っての中根に集約してくるんだよね。だから、ペナントフラッグってよく言われてんだけど、中根に集約されるの。ペナントフラッグって言われるんだけど、 まあこの流れの,の時きは、ね、特に五島日,って,い、ねね、ご当日っていうのは、ですね五島日ていうのは日本の、ね、トヨタ自動車とか、ねえー、国際的な、えー、ビジネスをしている大企業がですね海外に対して支払いをする日なんですよね、五島日、まあ。5日、10日、15、20、25ですね。 でこの五島美っていうのはですね、中根でもどっちかっていうとドルを買う企業が多いんだよね。うん、でもちろんですねあの日本、ドルを日本円に買いたいっていう企業もあるからね、ドル買いすぎちゃったから日本円に買いたいとか、日本にあるですね外資系企業が、うん、ドル持ってるからね、日本円買いたいってあの三菱 UFJ 銀行とかに言うわけですよ、朝ね。 でそれで、中根って大体あの真ん中に集約されるんだけど、ペナントフラッグになるんだけど、五等日だけはドルの方があの買い越しになるわけね。ギューッと上がるんですよ、五等日っていうのは。で、9時55分が大体決まるからね。だから9時、早い日はね、6時ぐらいからずーっと上に五等日は上に上がるし、大体遅くても9時40分ぐらいにはね、15分ぐらい前にはぐーっと上がってくるんですよ。 ただ、まあ、のご討美もね、世界的に、えー、ご討美の中では日本の銀行がねドルを買うから上がるって、世界中のヘッジファンドがね、もう見抜いてきちゃってるから、日本のですね都市銀行は、えー、ドルを買うタイミングですねずらしてきてるんだよね。で、今日、今日まあ例えば5日とかで10日とか中根、ね、ご討美の日はね、今日は A クイックで行こうとかね、 今日は B クイックで行こうと。まあ、6時ぐらいからバーって買っちゃってね、ドル買って、あとは円,あの <coughs> 円を買うと。まあ、ドルを売るという A クイックとかね。B クイックっていうのは、えーまあ、10分おきにね、ドル買う、円買う、ドル買う、円買うっていうのを繰り返すと。うん、こまめに繰り返そうねっていうのが B クイック。C クイックっていうのが、えー、まあ普通にね。 うーん9時50 55分を目安にと最後にドル買っていこうと。で、デークイックっていうのは9時55分終わってですね、10時15分ぐらいからドル買ってまた上がる時があるんですよね。一貫下がってから上がったりするのね。で、大体はただ10時から10時15分、まあ、遅くても10時半まで上げて、あとドーンって下がるんだよね。うん。だからこのね、日本時間で、えー、ポジション取れる時っていうのはこの9時55分の前ですね。 前まあ、6時からの時もあれば、9時40分ギリギリの時もあるよね。<coughs> ここでまあ5ピップス10ピップス20ピップスぐらい取れるね。あとは、えー、夜ですね。世界の金融はアメリカの景気で動いている。ベージュ。地表発表の結果で、為替相場が動いている。で間違いないですね。もうポンドとかユーロとか、もう全部、すべてそうですよ。アメリカの金融、アメリカの金融があの世界の経済を になってますだから、あの、リーマンショックでリーマンが潰れたでしょ。リーマンブラザーズが。それで世界の経済おかしくなったじゃないですか。日本も、中国もヨーロッパも。お、なんなんだって。アメリカ一国でね。なんなんだって。大体金融経済っていうのを作り出したのはアメリカですからね。昔は資本主義経済とかさ、共産主義経済しかなかったんだけど、 金融経済って言って、なんだそれって。なんなんだその金融っていうのはっていうのを、金融工学とか生み出したのがアメリカなんですよ。アメリカはもうものづくりやめたんですよね。もう1980年代に。日本がどんどんね、電化製品も車もいいものを作って、いいものを安く作ってアメリカにね、どんどん輸出,輸出するから、アメリカはどんどん潰れていったんだよね。今の日本のように。電気メーカーもどんどん潰れて、 自動車産業もどんどん潰れていったんですよ。で、ものづくりするのやめようってなって、で、どうしようかと。したら、まあ、あと、<coughs> IT 関係ですよね。コンピューターってのは日本人は勝てないので、コンピューター、ソフトウェアと、あとは金融ですよね。金融って、その頃、金融ってなかったから、そういうのね。で、金融をすごく伸ばしてですね、えー、まあ、日本、ロンドン以外は金融なんか遅れてるよね。なんなんですか、金融っていうのは。株ってなんなのって。 為替って何なの仮想通貨って何なのって話がまだ続いてる中でアメリカっていうのは、まあ、金融で食べていこうってうことでもう働かなくなったわけですよ物を作らなくて、まあ、働くって言ったらはあのサービス業で働いてあとはまあ金融でですね一攫千金を狙っていくということでですねあの、まあ、恐ろしいほどの億万長者が誕生したんだよね90年代以降ね で今もあの世界の億万長者のトップはほとんどアメリカ人ですからね、で前から言ってる通りですね。えっ、ー、と金融市場におけるお金と、ですね労働市場におけるしあの、まあ、実体経済の1万円と、えー、金融投資における1万円というのは違うんだよね。 あの、違うんだけど、世の中出てくると同じ価値があるんですよ。1万円で買える食材っていうのも一緒だし、1万,1万円で <coughs> 食べられるレストランの食事も一緒だしね。えー、っと、買える洋服とかね。車とか住む家とかっていうのも一緒なんですよ。ただし、あの、実体経済っていうのは、まあ、労働力ですよね。いわゆるね。あとは何かを生産して販売してと。 いうようなところでものすごくこう、えー、労力がかかってね、でリスクもあると在庫、在庫になったらどうするのとか、あとは人を雇う、ね、人件費を払う、あとは社会保険料を払うという、ね、非常にリスクの高いものが実体経済なんですよね。で金融経済っていうのはクリック1個なんですよ。クリック1個であの株も FX、あの為替も、ね、仮想通貨も買,買ったり売ったりできるじゃないですか。 しかも一人でできるんですよね。10億でも100億でも1000億でも、たった一人がマウス1個で動かせるわけですよ。で、<laughs> 例えば1000億円の売り上げを1日で上げるって言ったら大変だよね。実体経済だったらね。多分まあ無理ですよね。例えば10億円でもね、じゃあセブンイレブン経営しててね、オーナーになってて、 1>, 1日10億円の売り上げってたら、まあ、10店舗か20店舗かもっと必要だよね。あげ,げられないぐらい必要だよね。まあ、50店舗ぐらいのセブンイレブンのオーナーになってね、いや人もたくさん、うんそ、そうだな全部でそう2000人ぐらい雇わなくちゃいけないんじゃないですかね。でそ,れそれぞれの人の、ね、社会保険料どうするのかと、所得税、住民税どうするのかと。うん、あとはもちろん労働 基準にのっとったね、えーえー、監督だよね、どうすんのと、交通費も支払らうよねと、どうすんの、お客さんの顧客満足度上げるのどうすんのとね、<laughs> いろいろありますよね、お弁当を食べて食中毒になっちゃったどうすんのってありますよね、金融においてはそれはないんですよね、はい、もう直接お金とダイレクトに、えー、絡んでるので、 人とお金の間に何か物を作るとかね、物を生産するメーカーだとかサービス業だとか飲食業だとか関係ないですよ。お金と人間、他は何もないんですからね。まあ、こういうダイレクトにですね、お金を稼いでいこうっていうのがアメリカが1980年代に <laughs> 取った政策であってね。で、それが今構想して、アメリカはいまだに世界ナンバーワンの豊かな国ですし、 もうお金で満ちち溢れちゃっっててんだよねアメリカって、ね、お金がもう山ほどあるから世界中から物を輸入して車電化製品食べ物何でも輸入してもお,お金で支払いちゃうわけですよねそれほどですねやっぱり金融、えー、金融経済を発達させてきて、えー、るわけですよねでもちろんアメリカの人たちは全員食べることができるようになってるわけですよね 1> で、えー、1日にですね FX においては1日ポジション取れるのは2回しかないです。で特に5等日の中で,ですね9時55分を目安にするのはねあと夜は毎日ありますね世界の金融はアメリカの景気で動いている、えー、米市用発表の結果で為替相場が動いているということで まあ今はサマータイムなので9時半とか11時ぐらいですね。10時とか10時半もありますけど、この指標発表の時に動きますね。でその間は一切やらない方がいいですよ。動かないから。動いても、まあ、あの指標で動くんじゃなくて、テクニカルチャートで分析で動くっていうふうに言われてるんだけど、どう動くかわかんないんですよね。だからこういうね、えー、なんか目的もなく、こう、これね、例えば9時55分だったら中値だから上がるよと。ご島日だからね。 だとあとは、9時半だよ。夜のね、9時半。夜の11時だよ。指標発表があるから上がりよ、下がりよと。これは上がるよと。ね、中には上がるよと。指標発表は上がるか下がるかどっちかだよと。それ以外っていうのは上がるか下がるか分かんないんですよ。うん。だからこういうとこで、まあ、上がるか上がっても少し、下がっても少しなので、コツ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 稼ぐ人が結構いるんだけど、 でコツコツやってる時に指標発表忘れちゃうんだよね、時間をね。でこういう指標発表の時にすごく大きく動くから。その時にドカーンってやられるんですよで。こういうのコツコツドカーンって言うんだよね。で、これ朝からね、一緒早く起きてやってる人もいるんですよ。24時間やってるから、FX をね。土日休みですけどね。で、こう朝からやってて、えー、9時55分の中にの時間を忘れてね、ああーって、えー、ショートポジション取ってて、ロングあの上がっちゃってね、やられちゃうと。 あるんですねで。ちょっとウェブ見てみましょうか <laughs> 指標って入れてくださいえーっと Google Chrome の指標って入れるとこの経済指標カレンダー民株 FX さん出てくるんですよね結構いろんなところ出してるんですけど民株 FX さんはあの星が重要度の星がついててあの便利ですね でこれ例えば5月6日の月曜日だったらこう3つあるよねと。でドル円相場だったらあまり動かないよと。前回ドル円の変動幅って動いてないですよね。で星も2個なんでねあんまり関係ないと。えー、7日火曜日もまあオーストラリアっていうのはドル円にはあんま関係ないですよね。ただ星は3つぐらいある。オーストラリアの指標発表なんだけど、なぜかドル円が動くんですよね。 世界経済つながってるからね、全部ね、うん。で、この星がやっぱり5つある、4つとか5つあるのが重要で、ただこういう3つでもですねなあの、経済指標の発表の内容が思いっきり悪かったら思いっきり良ければ、ドル円がドガーンと動くんですよ、上とか下に。だからこういう <laughs>、ちょいちょいあるでしょ、これ、1日で。ねえ、ちょいちょいあるじゃん。で、これ、この時刻を、 うん、やっぱり10分前とか20分前には、目覚まし時計、計スマホの目覚ましつけといて、朝起きてない <coughs>、全部チェックして、スマホの目覚まし時計つけて、この時間の直前はやらない方がいいですね。ただ、だいたい含み損になってるケースが多いんですよ、捕まっちゃってね、あのテクニカルチャートで分析でやって捕まって、あやばい指標だっつってね、で指標があるって言って、あ、助かれると思っちゃう人がいるんですよ。 捕まって含み損になってるから指標でね戻してくれって思う人がほとんどなんだけどそれ違うでしょって、うん、上行くか下いくか分かんないんだから指標ってのは誰も分かんないんだから中身がそれで2分の1の確率でギャンブルに突入するわけですよ例えばマイナス5ピプスの含み損抱えてるからこれで戻さないかなってうんで戻したね戻してじゃあもね 運よく戻したとしてもそこで利益確定できないわけですよもっと伸びるんじゃないかもっと利益が伸びるんじゃないかって見てる間にまた下がってきちゃうんだよねでそれでマイナスになったりあとはもうそもそもの話指標発表がマイナスにドガーンっていっちゃってねで損切りになっちゃうとそういうのがほとんどですだからこうで中国とかブラジルとかゼロ00ゼロって書いてあるのは 1>, なあの1日のうちで何時に発表されるか分かんないんですよ。何時何分に発表されるか。こういうのがあるから、あのいわゆるですね、このテクニック、指標発表と指標発表の間にやるのがテクニカルチャート分析の投資法って言われてるんだけど、やめたほうがいいですよ。これ中国とかブラジルとか、何時何分に発表されるか、その日の次第で分かんないんだから、だから、地雷踏むんだよね、大体の人っていうのは。で、気持ちよくこうトレードやってて、利益が出てても、 ある,あ,る日とある時間に突然中国が発表してね、ドカーンってマイナスいくんだよね。それで利益吹っ飛ばして、含、えー、み損になると。でロス、ロスカットを食らうということなので、こんな危険な仕事、あの危険な投資ってやります普通。やらないでしょ。だって、いつ指標発表されるかわかんないんだもん。それをさ、なんか無防備にね、どこに地雷が。 さあ隠れ埋められてるかわかんない道を歩けって言ってるようなもんだからね。でしかもさ、お金持っててね、リアルマネーで、例えば口座にね、10万、100万、500万入れてね、やってたらそれ全部吹き飛ばしてなくなっちゃいますよ。そんな危ないことはやめた方がいいですよね。はい。だから逆にね、こんな <coughs> 中国とかブラジルとか何時にやるかわかんない。また やっぱりさ、含み損を抱えてると、損切りできないわけですよ。あ、やばいやばい、ここ、ドル円に対しても、星4つの変動幅があるよと。やばいやばい、じゃあ10時50分でね、10分前には損切るかと。できないんですよ、そういうことが。半分の確率で助かるかもしれないからね。だから、それにかけるわけですよね。それギャンブルだから。そうすると、大体マイナスいきますね。逆いっちゃうんですよ。だったら、 あのドル円でしょ私たちはまあドル円、中野研究会はドル円しかや,らやってないわけですけれども、ドル円で一番変動幅があるのは、日本、日本の日銀の政策金利発表か、あとはアメリカの指標発表なんですよ。どっちかというとアメリカの指標発表の方が大きく動くんですよ。だから、じゃあ、アメリカ時間で発表されるからね、ここ8時とか、えー、これはちょっと早いね、でも9時半とか。 こういう時に、えー、<coughs> やればいいよと、まあ、例えば直前に IFO を上下で設定すれば上行っても下行っても取れるわけですよねあとはまあ直後、まあ、発表された直後は見過ごしてその後相場に順張りでねついていけばいいわけですよそうすればってるわけだよねただあのー やっぱり指標発表によってはですねあの予想とほとんど一緒の場合がほ多いから全然動かない無風の時があるんだよねチャートが動かない時があるんですよそれで安全にですねこの指標発表の時に、えー、だけですね取引、まあ、ポジションを張ってですね安全に、えー、利益を出すためにはやっぱり上下 IFO を設定して WIFO の戦略を取るしかないんだよねでそうするとですね、ここにも書いてあるけれども、1月に2回ぐらいしか取れないんですよ。1月に2回。で、まあ、ポジションの予約,予約をするのが IFO なんだけどね、IFO で予約するんだけど、それにうまく引っかかるのが月に2回、2週間に1回ぐらいなんですよ。だからほとんど私たち中の研究会は夜中、まあ、9時とか10時半とかね、毎日毎日2、3時間、 やってますけれども、FX のリアルトレードをね。ただ、それでも、えー、IFO に引っかかるのが、引っかかってね、利益で取れる、または損,損失が出るときもたまにあるんだけど、それもね、あんまりないんだよね。一月に2、3回しかないんだよね。はい、特に最近は5年に一度のプラントフラッグの先,先端になってるから、進歩,進歩幅が非常に少ないんですよね。それでもね、やっぱり年間を通すとですね、 えー、2年後には億万長者になれるんですよね。そういう計算出てるんですよ。はい。で、次行きますが、投資資金1万円でも、えー、時間をかけて福利計算をやっていくことによって、2年後に2億円だと。まあ、2年かかんないですけどね。焦らなくても焦らなければ、焦らなくても焦らなければなんですよ。億万長者になれると。でこれ、ウェブでもう一回見ますけれども、 これはですね、あのいつも、ね、見させてもらってるんですが、FX 福利って言うんですよね。そうするとですね、えーっと、ここにこれがあるんですね。FX 戦略研究所の FX 福利運用計算シミュレーターっていうのがね、あっていつも使わせてもらってます。これでですね、 えー、通貨ペア、USDJPO でしょ、これドル円でしょ。で、当初資金は、1万、今の XM っていうのはね、最初、何もしなくても3000くれるんですよ。口座開設しただけで。で、3000と、3000じゃ少ないので、1万円入金すると、5万円までは倍になるからね。で、5万円入れると10万円になるんだけど、一応1万円入れると2万円になります。だから、1万円入金すると2万3000になるんですよ。で、まあ、それでスタートしようと決めてるんでね、長野研究会では。 2万3000でしょ。で、レバレッジは888倍までいけるけど、まあ、そんな使わないですよ。あの、100倍ぐらいですよ。<laughs> 最初はね。で、1日の獲得ピプス数じゃなくて、これ1回の獲得ピプス数ね。あの、まあ、月2回しか取んないから。で、まあ、大体40ピプスから50ピプスを狙うんだけど、まあ、少なめに30ピプスと。で、これどうなるかということですね。 はい、でこれでですね、これ、1月2回の計算だから、これ、1、2で1ヶ月目でしょ、でここ今月から始めてるんで、5月から始めますよね。で、1、2で5か5月でしょ6あ、3、4で7月でしょ、だから、全然ほら、最初6000円とか9000円ぐらいしか取れないわけ、でと月で1万2000円。 えー、5月は1万2000円。6月は1万8000円しか取れないわけですよ。こんだけと。こんなの、1日の生活費にもならないじゃんかよっていう人ね、いっぱいいてね、中野研究会バカじゃねえと。やめた方がいいんじゃないこんなのってなるわけです。ね。で、ただ、これ5月でしょ 6, ?6 月でしょ ?7 月、8月でしょ月2回しか取んないから、8月、 9月、10月、10月まで行くとね、1回で5万4千円とか6万9千円取れるんですよ。同じことしかやってないんですよ。ただ、福利でやってるからね。同じことしかやってないんだけど、これで1ヶ月でさ、12万3千円取れるわけですよ。大きいよね。で、11月、12月ですよ。12月はもう1ヶ月で3三十1万8千円だよね。 で、年末には、まあ、一万、2万3千だけど、実質1万円だよね。1万円が84万2千円になってるわけ。今年の12月には。まあ、少ないって言えば少ないけどね。まあ、た元で1万だからね。<laughs> で、えー、っと、一月2回だから、来年、来年は、えー、12ヶ月あるから24でしょ。だから16人24足すと40じゃないですか。そうすると、来年、えー、2020年の、 オリンピックの年の年末になるわけですね。これがこれが来年の年末ですよね。来年の年末、来年の12月。いくらになってるかというと、2億5800万になってるわけですよ。1万円が。しかも、一月2回しかポジション取らないんですよ。ポジション、うん、取らないです。引っかか、IFO が引っかからないって意味ですけどね。2億5800万になるわけですよ。で、来年の12月の1回の取得,ピ取得金額は、 えー、431万7900円と548万2800円すごいでしょこれう取れるわけですよねまあ1回につき500万通貨しかかけられないからな何個か IFO をダブルでかけていくわけですよはいそれでそうだねはいトータルの貯金が2億5800万飛んで3万5000円と2億5800万,万になるわけ これが、あのー、これですね、時間をゆっ,かけ時間をゆっくりかける人1年半ぐらいしか関わってないからね。あと、福利でやって、たった最初の1万円でもですね、あの2年後じゃないから、1年半後には2億円になってますからね。逆に焦らなければ億万長者になれるのがこの金融の世界なんですね。で、一般の人とっていうのはサラリーマン生活が長かったと思いますから、 時間給ですよね。休んだら、ノーワークノーペイですから、休んだらお給料もらえないと。有給以外はね。うん。だから、時間売りなんですよね。アルバイトもそうだし、正社員だってそうだよね。時間売りなんですよね。でも、金融投資っていうのは時間売りじゃないんですよ。逆のことやらなくちゃいけないんです。いかにやらないか、いかに仕事をしないかが、億万長者になれるかどうかで決まるわけです。 はい。ということでね、今日はここまでにしたいと思います。あと、人間の人生とはどのようになっているかについては、あの、話しなければ、本当の意味ではですね、億万長者になれないんだけど、まあ、ここについては、少し話、あの、少しも話さないけど、あの、健在意識とか健在能力で、いくらですね、相場の勉強、金融の勉強しても、ダメなんだよね。1%にも満たないんですよ。 成功っていうのはその下のですね潜在意識潜在能力と超意識のところをですねいかにあの自分を変えていくかによって、えー、FX 仮想通貨株でね勝てるかどうかっていうのが決まってきますこの話については次の動画でやりたいと思いますそれではね今回は <laughs> この辺で終わりにしたいと思います千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしましたありがとうございました 失礼いたします。